ちょっと白身が固まってきたなぐらいに回して、はい回して、はい、色鮮やかにしたい。どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。今回ですね、パスタ派です。僕パスタ料理は昔から得意で、もう本当にいろんなイタリアンレストランを食べてきました。パスタ料理はものすごい自信あります。その中でも伝統的なパスタ料理やってみたいなと思います。貧乏人のねパスタっていう、これがですねものすごく美味しい、まあカルボナーラじゃないんですけど、ちょっと独特の作り方をするレシピがありまして、これがですねマジでうまいんですよ。今回はですねその伝統的な作り方を踏襲しつつも僕のテイストを加えるというですね、最高のこの貧乏人のパスタ、これをですね皆様にお伝えしたい。めちゃくちゃうまいので、なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずねパスタ、これね 1.4 ミリのパスタがね 100 ミリで、卵2個使います。あの今回ね卵2個たっぷり使うパスタになりますので、あとニンニクが2かけで、あとタガの爪、はい、あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。ということで、貧乏人のパスタを作る上で何が重要か、貧乏人の気持ちを理解することですね。僕も若い頃はですね月収9万円で一人暮らししてたっていう過去がありまして、その中で貧乏人の頃飲んでた酒、これをご紹介します。まあ貧乏人でもギリギリ買えるこの炭酸水ですね。これちょっと飲みます。そして強月ですね、これ強月単価安いので、でここ入れます。ほらすっごい入れるのうまいでしょ、やってたからです。でこれかき混ぜるときにあのコツがある。 これはねあのこう振らない、ゆっくりと上下させる、これなんです。これあいいですね。いただきます。くーあの頃思い出すな。あでもちょっと薄いな。それ今日は贅沢しちゃうかな。ちょっと贅沢しちゃいます、すいません。本当に強月じゃない、のものもとかそういうやつ飲むんですよ。これのいいところはどんどんね飲むとスペースが出てくるんで、これをね入れてね飲んでいけるっていうのがいいですよ。あ思い出すな、家賃3万円だったな。はい、ということでやっていきたいと思います。まずニンニクぐらいは買いますね。僕も昔は買ってたんで生のニンニクを使ってました。チューブは使ってなかったですね。でも生のニンニクって安いですからね。でこれはあの芯はね取り除いていただいた方がいいかなっていうふうに思いますね。でこれはこう粗みじんにします。ニンニクはね2かけだから結構ねニンニクの香りを効かせます。はい、ニンニクは、そんな高いものではないので、ね、まあ由来としてはね、なんかこの独身男性でもあのできるぐらいの手順の少なさと、軽さだっていうので貧乏人のパスタって言われるらしいんですけど、まあ、これ諸説あります、諸説ありますけども。でみじん切りにしていきます。はい、なんとね包丁使うのはこれだけ、ニンニクだけでございます。ここからはもう一本勝負、火かけます、フライパンに。で大さじ1のオリーブオイルでニンニクも入れちゃいます。パララッと、あと宝爪も入れちゃいます。今ここにこれぐらいかな、もう一つまみぐらいですかね。ここら辺はお好みです。でゆっくり香り出していきますね。はい、まずはまあペペロンチーノを作るような感じです。実際はなんか宝爪入れないレシピがあったりとかいろいろあるんですけども、僕の作り方はこうで、ここからあのイタリア人が激怒する展開に持っていくのでちょっとよろしくお願いします。でこれぐらいニンニク色づきました。焦がしちゃダメです、焦がしちゃ絶対焦がしちゃダメで、ここに入れていきます。ちょっと色づいたら水 330cc でコンソメで、これやるといやいや本場の貧乏人パスタはこんな入れないよっていう方いらっしゃるんですけども、僕の味覚からするとこれ入れないとあの美味しくないんで入れます。コンソメも絶対入れてください。はい、卵とねオリーブオイルとニンニクだけじゃうまみがねないんだよね。だしを尊ぶ日本の大和魂を持ってる僕にしてはちょっとうまみがないと我慢できないんで、コンソメ入れてください。でこれは強火で沸かします。あすぐ沸く、沸いたらちょっと火は少し弱めてください。
そしたらここにここもうね、これはもうイタリアの方激怒するやり方ですね。これね、基本的にはパスタっていうのは鍋でねやるからです。はい、鍋で別茹でなんです。なんですけども、至高のペペロンチーノの回で相当言いましたけど、家庭ではこうやって作る方がうまいです。なんでかっていうとですね、この茹で汁にパスタの小麦が溶け出してですね、煮汁にすごくとろみがついて乳化が促進されるからです。でこうグーってやるとパスタが曲がってきますので、これパッと、はい、そうすると全部入ります。でそしたらまたちょっと中火ぐらいにして、パスタをこの状態で茹でていきます。でこれで5分ぐらいね煮るとねいい感じになりますんで、ちょっとこのままね中火で5分で、これ5分やっていきます。はい、で目玉焼き別口で茹でてるんで、目玉焼き、多分ね目玉焼きから焼いた方がいいと思うんですよ皆さん。ちょっと僕酔っ払ってたから忘れちゃった。今回ね2つの目玉焼きを同時にやりますんで、ちょっとね大きいフライパンがいいです。はい、こういう感じ。油は2つだから小さじ2ぐらいかな、うん、でこれね卵をね分けてほしいの。こうやってこれはね、乗っける卵と乗っけない卵2つあるから2つ焼きます。コツはね、卵はこうね、こうやってまとめることです。まとめていくと綺麗な形になってきます。で、まあ中火で、で、どっちもね、半熟で構いません。で、このまま蓋しなくていいです。白身がちょっとぐじゅってしてても半熟で美味しいので。でもイタリアとかだとね、半熟の卵って食べないんで。でも日本人は半熟の卵大好きじゃないですか。だから僕は今回半熟でやります。なんでこんな感じでちょっと白身が固まってきたなぐらいまでやっていきます。でちょっとこれは別で炒めて、パスタの方に戻りました。で火はねちょっと強めでも大丈夫です。強めの中火ぐらいかな。でそうしていくとどんどんパスタにこの水分が吸われてどんどんねなくなっていきます。この茹で上がりでパスタの水分がなくなるぐらいが一番いいです。この茹で上がりが近いなと思ったら結構強火にして水分を飛ばしてって大丈夫です。ここら辺はねちょっとね何回かやるとコツがつかめてきますから。見えますか、今5分経ったんですけど茹で汁がかなり少なくなって、ほら大体大さじ2ぐらいの茹で汁のこの状態になります。で、あえていくとほら茹で汁なくなってきたでしょ。これが一番いい感じです。でここに目玉焼きで片っぽ乗せんの、えい。で、こっから重要です。こっからこいつ崩してあえていきます。これね、片っぽの目玉焼きをパリッと焼いた目玉焼きをこのパスタにね絡めるんですよ。これちょっとねカルボナーラと違うんです。これ白身とこの卵黄が全部絡まってるんで、こうしたらね火止めちゃって大丈夫だね。余熱でさっき半熟の卵だったんですけども崩すことによって全体に絡まってくる、これなんです。これがうまいの。そしてですねここにオリーブオイルをねまた入れる。オリーブオイル大さじ1、もう適当に入れます。はい、で粉チーズ大さじ1、これ味付け、本当に火切って火がつかれるだけ。はい、あえてください。あえて回して、はい、回して、はい、はい、塩、はい、塩一つまみ。これはね僕は酒飲みだから入れるんですけども、これ人それぞれです。はい、はい、回して、はい、はい、そしたら味見、おもう一振り入れます、塩。はい、そしたら器に持っていきます。このね目玉焼きがねパスタに絡んで、これがいいんですよ。カルボナーラとは全然違うんです。カルボナーラは半熟の卵なんですけども、これはね焼いた卵を崩すんです。だから焼いた卵の香りも、香り帰ってきてくれ目玉焼き。そして最後に玉のような赤ちゃん、これ乗せます。そして最後に追いチーズです。もうねこれはね好み、僕は8つほどかけたい、8つほど思い知らせたいチーズのうまさを。かあうまそうちゃう。見た目をこうちょっと鮮やかに、色鮮やかにしたい。へい、はい、ということで貧乏人のパスタ完成でございます。はい、それではできました、いただきたいと思います。くー、この卵崩してじゃあいいですか、いただきます。これ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 、
うまっ。パスタに溶け込んだ卵がコクを出してくれて、最後に潰して半熟にした卵もコクを加えてくれてるんですよ。めちゃくちゃうまい。ちょっとワイン、ワインお願いします。すいません、全然貧乏人じゃないけど、これは貴族でもうまいと思う。じゃあいただきます。煮汁が全部絡まってるから濃厚。貧乏人が食べるパスタとは絶対思えない。味変したいじゃないですか皆さん。ここでどうすると思いますか皆さん。正解はこちらです。醤油です。目玉焼き俺醤油派なんですよ。合わんわけがないと。やば、うますぎる。生きてる、最高だな。食べ物に寄生はありませんね。安いものも高いものも美味しい。価値はね、視聴価値だけです、本当に。ということで超早速、いただきます。うまっ。バリうまいだろ。醤油ことパラリンティーノ、タランティーノ、タランティーノ、クエンティー、うん、キルビル急にバです醤油の旨味と香りが加わるとまた表情がガラッと急に急に変わるでしょ。めっちゃうまいですよこれ。うまいでしょこれ。ごちそうさまでした。今回のビンフォルマスどうでしょう。これはうまいです。このやり方で一回やってみてください。新しい扉マジでいただきます。とにかくこれめちゃめちゃうまいんで皆さんぜひ食べてみてください。